守備の名手鳥越さんがまず聞いたのが、外野手、まあ、ある程度も固まってるじゃないですか、うん、はい、でその中で後からやはり行く守備固め一番手というか、一番手が去年の秋から、今年の春にかけての伸び率からいって、まあ、多かったら陸ですかね、はい、先日支配下に登録された緒方陸、俊足で守備範囲が広く強肩も武器の選手。小久保監督はダイソーの切り札一番手にも緒方を挙げました。そして代打は、代打の切り札は、まあ、中村晃にして、ある程度戦っていく中でやっぱり調子の良し悪しとかで、もっといくと、もうちょっといくと相性とかも出てくる。